どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスのマリオットポイント増量キャンペーンと、あとね、シンガポール航空の話と ANA マイルの話、あとね、三井住友カードのキャンペーンの話ですね。ここら辺をね、ちょっと一気にね、紹介していきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、ポイントサイトハピタスでですね、先月ね、こちらの動画出させていただきましたけども、ハピタスポイントをマリオットボンボポイントにね、交換していただくと 25% 増量キャンペーンが、こちらね、誰でも参加できるね、キャンペーンということで、かなりね、利用された方多いと思うんですけども、なんとですね、またまたハピタスさんがですね、今月 25% 増量キャンペーンね、同じ条件でまたね、開始になったっていう風になりますんで、いや本当にね、すごいですよね。先月ね、このハピタスから、マリオットポイントにね、交換が開始になって、このキャンペーンがね、始まったわけなんですけども、第2弾ということで開始になっておりますんで、いやね、ポイントサイトハピタスめちゃくちゃ強いですね。はい、私もね、このマリオットボンボイポイントをね、交換が開始になってから、もうない案件はね、他のポイントサイトね、利用する機会もあるんですけども、ほぼほぼね、ハピタスをメインでね、利用させていただいておりますんで、今回もね、 25% 増量、またね、ハピタスにはですね、案件ずっと利用していただくとですね、ゴールド会員にもね、なれますので、そういう方はですね、最大 30% 増量っていう風になりますんで、いやーすごいですね。ぜひね、ポイントサイトハピタスね、利用されてない方はですね、マリオットボンボポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、やはりね、マリオットポイントはホテルにも使えますし、マイルにも交換できますんで、やっぱり強いですよね。利用されてない方はですね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。で、今回のキャンペーンもですね、前回同様、交換後ですね、この 25% 増量分に関しては少しね、時間がかかる場合がね、あるっていう記載と、またね、交換完了日の翌日から3営業日ね、交換完了までかかりますんで、通常の交換分も、だいたい4日か5日ぐらいね、営業日でかかるっていう風になりますし、またね、増量分に関してはちょっと後でね、付与されるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意していただければなと思うんですけども、本当にね、特になんかしないとこの 25% 増量が受けられないのではなく、誰でもね、交換するだけでこのキャンペーンね、参加できるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですね。ぜひね、利用してみていただければなと思います。それでは次にですね、ちょっとこれはね、マニアックな話なんですけども、シンガポール航空ってありますよね。で、シンガポール航空のビジネスクラス、私もね、前回の、世界一周の時に何回かね、乗らせていただいたり、まあその前のダイヤモンド仕様とかもね、2018年とか19年とかそこら辺になりますけども、まあ利用させていただいたんですよね。シンガポール航空のビジネスクラスめちゃくちゃいいんですけども、このね、シンガポール航空のビジネスクラスっていうのは、長距離路線とかですね、新座席エアバス350とか777とかエアバス380とかね、ここら辺の座席はですね、長距離路線ね、他社のマイレージサービスに開放してないんですよね。まあ要は ANA とかね、同じスターアランスで ANA マイルでシンガポール航空って発券することができるんですけども、まあここら辺のね、ビジネスクラスっていうのは、まあ短距離はね、発券することができるんですけども、長距離路線はですね、発券することができない、まあブロックされて利用できないようになってるんですよね。まあ、シンガポール航空っていうのは基本的にそうなっておりまして、長距離路線のね、ビジネスクラスとかは他社の航空会社でね、開放されてないことがほとんどだと思うんですけども、なんとですね、エアーカナダのマイレージサービスで、このね、シンガポール航空のビジネスクラスの長距離路線、今ね、発券できるようになってるんですよね。ちょっとこれは、いつまで続くかっていうのは正直ね、海外のブロガーの方が発信されていて、まあ、どのぐらい続くのか正直わからないんですけども、世界最長路線って言われているシンガポールからニューヨーク路線っていうね、17時間50分の路線があるんですけども、世界最長路線すごいですよね。こちらの線はエコノミークラスが搭載されてないね、プレーコとビジネスクラスのみのね、座席の、路線っていう風になるわけなんですけども、
このね、長距離路線のビジネスクラスもですね、片道8万7500マイルからね、発見することができるんですよね。めちゃくちゃすごいですよね。これ本当にね、ちょっと今ね、ガチで乗ってみたいなっていうふうに思っているわけなんですけども、またね、このシンガポールからフランクフルト、ニューヨークみたいなね、まあ、こういった乗り継ぎの路線もね、出てくるんですけども、こちらもね、同マイル数8万7500マイルからビジネスクラスね、発見することができるっていうふうになっておりまして、エコノミーは6万だったかな。はい、そんな感じになっております。こちらですね、こういったこの乗り継ぎ路線ですね、プラス5000マイル利用することによって途中降機っていうのもね、利用することができる、まあ、ストップオーバーってですね、まあ、こちらもね、利用することができるっていう風になっておりますんで、これもね、とてもいいですよね。ちょっとね、必要マイル数は、まあ、シンガポールからニューヨークで8万7500マイルビジネスクラスっていう風になりますんで、まあ、ANA マイルとかに比べるとちょっと多いですよね。まあ、ANA とかだと東京、ニューヨーク往復で8万マイルとかでビジネス取れたりいたしますんで、必要マイル数はちょっと多いんですけども、燃油サーチャージはね、エアカナダでシンガポール航空発券していただくとかからないっていう風になりますんで、やはりここはね、いいですよね。ですんで8万7500マイル、私が調べた感じだとプラスね、1万円ぐらいで発券することができるっていう風になりますんで、今ね、こういった状況になっているっていうのは、まあ、知っていてもね、損はないかななんていう風に思うのと、このね、エアカナダのマイルはですね、マリオットボンボポイントからね、交換することができますので、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらですね、楽天ポイントを ANA マイルに交換していただくと、もれなく500マイルがもらえるキャンペーンですね。こちら多分ね、楽天ポイントから ANA マイルに交換して、増量キャンペーンっていうのは多分今まで初めてじゃないかななんていうふうに思うんですけども、期間はですね、12月1日から12月の31日までっていうふうになっておりまして、こちらエントリー不要のキャンペーンっていうふうになります。で、特典はですね、2500マイル以上交換すると500マイルがねもらえるっていうふうになりますんで、高羅換率で言うと、まあ、本来ですね、この楽天ポイントから ANA マイルっていうのは 50% っていうね、交換率っていうふうになりますんで、今回ね、2500マイル以上交換すると500マイルがねもらえるっていう風になりますんで、この2500マイルっていうのは楽天ポイントでいうと5000ポイント交換すると2500マイルっていう風になりますんで、5000マイル交換すると、合計3000マイルになるっていうキャンペーンですね。ですので交換率になると 60% で交換できるキャンペーンっていう風になります。で、このボーナスマイルはですね、2023年の1月の末頃っていう風になりますんで、こちらね、すぐ付与されるわけではございませんので、この点はね、ご注意いただければなと思います。今回のこのキャンペーンもですね、エントリー不要っていう風になりますんで、楽天ポイントね、5000ポイント以上持ってる方は ANA マイルね、交換していただければですね、今回のキャンペーンね、 OK っていう風になりますんで、ぜひね、楽天ポイント5000ポイント持っている方は交換ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、こちらです。三井住友カードの、対象カード限定モバイルビザタッチ決済 20% 還元キャンペーンということで、こちらですね、三井住友カードの対象のカード限定でビザタッチ決済ね、20% 還元キャンペーンがね、今行われております。期間がですね、12月1日から12月31日っていう風になっておりまして、20% 還元で上限が1000円っていう風になりますんで、対象支払い金額は5000円利用していただくと、まあ、1000円がね、還元されるキャンペーンっていう風になります。で、この対象カード限定ということで、このキャンペーンですね、対象カードが非常に限られておりまして、今回ね、なんで紹介したのかというと、皆さんね、私の動画を見てる方ね、持ってる方多いと思うんですけども、こちらのですね、ソラシドエアーカード、こちら三井住友カードが発行していて、こちらのカードね、持ってる方結構多いかななんていうふうに思いまして、紹介させていただきました。ですので、ソラシドエアーカードね、保有されている方はですね、こちら Apple Pay、Google Pay のビザタッチね、決済のキャンペーンっていうふうになりますんで、ビザタッチね、利用していただいて、5000円以上利用していただくと、1000円ね、還元されるキャンペーンっていうふうになりますんで、持ってる方はですね、ぜひね、利用していただければなと思います。ビザタッチ
ね、使えるところであればですね、基本的にね還元対象になるっていう風になりますんで、まあ、スーパーとかでね5000円以上利用していただければ1000円返ってきますので、かなりねいいキャンペーンだなという風に思います。残念ながらですね、 ANA カードであったり Visa LINE Pay カードであったりね、あのメジャーなカードっていうのはほとんどね対象外っていう風になっておりますんで、私もね結構クレジットカード持ってる方なんですけども、このねソラシドエアーカードとすんごい昔に出したブッキング .com カードもう受付ね終了したと思うんですけども、そのカードもね三井住友カードから発行されてたんですけども、その2枚だけね私も対象でしたので、まあちょっと使っていこうかななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、ソラシドエアーカードに関してはですね、あの私の動画のチャンネル見てる方はねかなり持ってる方ね多いかななんていうふうに思いますので、ぜひねこちらも利用してみていただければなと思います。こちらねモバイル決済のビザタッチっていう風になりますんで、物理カードでねタッチ決済しても対象になりませんので、この点はね注意していただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっといろいろね紹介させていただいたわけなんですけども、やはりねポイントサイトハピタス、マリオットボンボイポイントの交換ね、先月からね交換開始になりましたけども、またもね 25% 増量キャンペーンということで、ポイントサイトハピタスね本当に強いですね。私みたいにねマリオットポイント交換開始になったのでハピタスメインにするっていう方ねかなり多いと思いますので、いやーすごいですね。まさかね先月この 25% 増量を行われてまた今月も来るとはね正直思っておりませんでしたので、めちゃくちゃいいですね。利用されてない方はですねポイントサイトハピタスねぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。